もちろん、今あなたは記憶の最も深い場所に来ているの。妖精エリは簡単に消えたりしないわ。愛しい人の子を最後の道まで案内するのは私だからね。ええ、ご覧の通り、このピンク色のタコシエの楽園は4つの水晶の花が織りなす終点、あの夜の再現なの。エリシアは今、楽園にある一番奥のホールで、あなたを待ってるわ。あなたがするべきことは、逆人としてマナーを守ることよ。最も美しい姿で、この盛大なパーティーに出席してね。身支度も大事だけど、ここは記憶の世界だから、彼女に関する思い出を通して、おめかししましょう。エリシアと親しくしてるあなたでも知らないことがたくさんあるはずよね。今はあなたの記憶に他人の記憶が溶け込んでる状態なの。だからまずはそれらをあなたの一部にしなくちゃいけない。彼女の人生を経験し、その感情を体験し、選択を見届けて、そして彼女の心と共鳴し続けて、最後にエリシアの行動のすべてを理解するの。真心を尽くすことが、お城にいるお姫様をがっかりさせない唯一の方法よ。でも、一人のすべてを背負うだなんて、とても大変で困難なことよね。ましてや、その人生なんて。さっきから、愛しい人の子は、ずっと無理してるのよね。一人で背負わせてしまって、本当にごめんなさい。少し休んでも全然構わないからね。ここはあなたの思考の中だから、まだまだ時間はたくさんあるわ。わあ、なんてロマンチックなセリフ。愛しい人の子ならそう言ってくれると思ってたわ。愛しい人の子、エリシアという名の絵本を開く準備はできた？じゃあ、妖精の魔法を最後にもう一度華麗に咲かせましょう。パーティーに参加する前に花束の用意をしないとね。わあ、綺麗な花がたくさん。愛しい人の子、早くこれらをあなたの一部にしましょう。
まだ思いついてないの？名前がないとすごく不便だよ。でもこれらの名前は全然可愛くないんだもん。アタラキアとペイヤはいい名前だと思うけどな。やだやだ、名前はすごく大事だもの。一番お気に入りの名前にしなきゃ。あ、マリアンたらまたクッキーを食べてる。背が伸びなくなるわよ。見間違いだよ、クッキーなんて食べてない。楽園が存在しないのなら自分で作るまでだ。彼らは歓声を上げ、互いを抱きしめ、叶えた夢のために歌を歌う。彼らはようやく楽園にたどり着いた。それはここに、旅のゴールにあったのだ。人々は小躍りして歓呼し、その名前を叫ぶ。はぁ？これよ。無垢の楽園。とこしえの楽園。私の名前はエリシア。そんなの普通よ。どんなに綺麗な花でも種から育つんだもの。ありそうね。あら、じゃあこの近くで探してみましょう。もしかしたら事件に関する記憶が残ってるかもしれないわね。欲しい人の子？どうしたの？でしょでしょ？私もいい名前だと思うわ。妖精エリの次にね。そうだったの？まずいわ。名前が完璧すぎて全然考えたことがなかった。こっちこっち、もう一輪の花が咲いてるの。あなたの探してる花かしら。もうすぐお家に帰れるの？セリアお母さん。ええ、あの人たちは何かを勘違いしてたみたいなの。みんなも無事だったし、お詫びとしてたくさんお金をもらったわよ。わあ、それじゃクッキーをたくさん買えるんだね。でも、あの人たちは一体何を探してるの？みんなに身体検査を受けさせてまで。もうわからない。でもみんな無事だったって言ったでしょ。それでいいの。どうしたのエリシア？私、
セリアお母さんに話したいことがあるの。セリアお母さん、私ここを出たい。福祉施設を出たいの？なら本屋でお手伝いをしたいの？あなたは絵本が大好きだからね。違うの。私町を出たいの。町を出る？この前ここに来てみんなを連れ去った人たちのことなんだけど、彼らエリシア、どうかしたの？彼らのおかげで外の世界がこんなにも広いって気づいたのよ。だから外に出ていろいろ見てみたい。私も絵本の主人公みたいに世界の果ての楽園を探したいの。いいわね。じゃあ旅に必要な荷物はお母さんが準備してあげましょう。え、セリアお母さん怒ってないの？怒るわけないでしょ。エリシアはただ自分の夢を持ってるだけなのに。でも一人でいるときはいろいろ気をつけて。外の世界はとても広いから自分で向き合わないといけない道や選択もたくさんあるはずよ。どうすれば正しいかなんて悩まなくていいの。自分の心に従いなさい。エリシアは聡明で優しい子だもの。ちゃんと自分で自分の世話ができると信じてるわ。うん、ありがとうお母さん。ここ数日の間にきちんと近所の人たちにお別れの挨拶をするのよ。みんなエリシアのことが大好きだからきっと寂しがるでしょう。明日お母さんは雑貨屋に行って食べ物の用意をしてくるわ。あ、服も買わないとね。女の子だもの、綺麗な格好でいなくちゃ。そうだ、ジーミルおじさんのところに行って護身用の道具を作ってもらわないと。あら、やることがいっぱいだわ。町の子供たちや大人たちも彼女のことが大好きだったわ。もしかしたらそれがエリシアの特権なのかもしれないわ。広く愛され決して疑われないすごい魅力があったとか。エリシア、ちょっと怖がってたわね。いらないわ。私の人生はおとぎ話そのものだもの。
こういう時は細かいことを気にしないの。どうしたの？私のことをじっと見つめて、私に惚れ直した？なら前に進みましょう。ゴールまでまだ道は長いわ。焦らないで、愛しい人の子。記憶の旅はとても長いから、その疑問は後々解消されるわ。これからの彼女は世界を旅するから、長い長い思い出が見られるはず。ほら、ここにある花も鮮やかに咲いてるわよ。お嬢さん、お腹が空いてるのかね。さあ、これらのパンを全部持っていくとよい。え、じゃあおじいさんは？これはおじいさんのパンよね。わしは次でよい。お嬢さんはまだ小さいし、たくさん食べんとな。わしは平気じゃ。ここは全ての人を受け入れ、助けてくれる場所じゃから。どうしてずっとついてくるの？え？だってリンゴを渡したらみかんをくれるって言ったのに。そんなの嘘よ。そもそもみかんなんて持ってない。あんたを騙したの。教訓として覚えておいて。ここにいる人はこうしないと生きていけないんだから。ほう、じゃあキャンディーを2つ持ってるからあなたにもあげる。ほら、一人一つね。ほんと、ありがとう。あなたもこのミュージカルを見るためにわざわざ他の場所から来たんでしょ。あー、ミュージカルは本当に最高。そう思わない？すごかったし、美しかった。もっとこういうのが聞きたいわ。ふむふむ、初感激だったんだね。なら、レコードって知ってる？私のコレクションを見せてあげるよ。ね、大丈夫？あの仮面をかぶった人が現れて、悪人から奪ったお金を僕たちのような帰る場所がない子供に分けてくれるようになってから、彼のいない間に僕たちを狙ってお金を奪う人たちが来るようになったんだ。どうしてそんなことに？相手は善意でやってるのに。お嬢さん、ここの生徒になりたいのかね。賢そうなお嬢さんだからきっと受かるよ。私もなれるの？もちろん。せっかくの開放日だ。マーヤが学校を案内してあげよう。ここの学生食堂はかなり有名でね。どうしてあの人を柱に縛って傷つけるの？言った言った、ここのことに口を出すな。あいつらみたいに気が狂うことになるかもしれないぞ。それに一晩だけ泊まるんだろう。さっさと荷物をまとめて出て行け。この場所はもうダメだ。お前が見たあの男は自ら縛られてるんだ。そんなのありえないわ。どうした？
お嬢さんも剣法を学びたいのか？でもうちは男ばかりでいい環境とは言えないな。興味があるなら近くに別の女師範がいて槍と弓を教えてくれるぞ。どうだ、やってみるか。弓？あの魔術師は嘘つきだって聞いたよ。開演前に彼女を捕まえに来た人がたくさんいたんだ。その人たちがバックステージに行った時にはもう彼女は姿を消してたんだって。出口は一つだけなのにね。おや、すごそうな人だ。彼女は一体何者なの？むしろ私はそのこと自体がマジックショーの一部だって思ってるよ。やだ、彼だ。俺が悪かった。もう二度としないから。落ち着いて、私は殺し屋なんかじゃないわ。俺を試さないでくれ、ピンク髪の女。お前だって分かってる。本当に俺が悪かった。もう許してくれ。一体どんな悪いことをしたらそんな風に怖がるの？本当に彼女の助手になるのか？実験室に入った人はみんな消えたって言うし、生徒たちはみんな手術台送りになったんじゃないかって噂だが。あそこの報酬はかなりいいからね。それにあんなすごい博士と一緒に勉強したらきっと私も何かを得られるはず。もっと頑張らないと。あなた、そして私たちの子供のために。はあ、なんてロマンチックな約束。結局地球は丸かったのね。そもそも世界の果てなんてものはなかった。絵本に書いてある通り、楽園はやっぱり存在しないのね。それなら、楽園が存在しないなら私が作るまでよ。すごく綺麗な楽園にしなくちゃね。そして私の名前をつけるの。不思議だわ。エリシアが出会った人たちはみんな彼女と何かしらの関わりがあるみたいね。最後に彼女はまた全ての始まりに戻ったわね。世界を周遊するだなんて、一人の律者として考えると彼女はとても大胆だわ。でも彼女は本当に自分の正体を知らないの？フェアリーランドから来たこの妖精エリでさえびっくりよ。絵本に書いてあったお話みたいに？じゃあ最後まで見つからなかったってことよね。エリシアは孤独だったのね。するわね。
の格納庫なの？なんだ、想像したのと違うのか？なんだと思ってた。エンジン上に並んだ巨大な石板とか。高さが数回分もある人型兵器とかが置いてあるのかと思ってたわ。ちょっとがっかりしたわね。漫画の読みすぎだろう。いくら秘密組織といっても人間が作ったものだ。木を覆う蛾の本質は今まで歴史上にあった軍産複合体と大して違わない。ただ対抗する敵が人ではない生き物になっただけだ。あの時オストク51を調査しに来た組織を覚えてるか？あれが火を追う蛾の前身だ。しかし驚いたな。まさか数年後にあの時に出会った娘と再会するとは。成長が早すぎて一瞬わからなかったぞ。女の子の成長は早いからね。もしかして私が審査をクリアしたのってあなたが裏で不正をしたとかじゃないでしょうね。まさか。試験官として俺は融通が効かないことで有名なんだぞ。自信を持て。お前には実力がある。その上崩壊エネルギー耐性も極めて高い。まさに火を追う蛾にとって必要な人材だ。本当はお前のような若い娘を戦場に送りたくなかったんだが、俺には娘がいてな。彼女をこの全てから遠ざけることが俺の最大の願いなんだ。いいの、私が決めたことだから。娘といえばいつになったら会わせてくれるの？お母さんにだったら素敵ね。その言葉に含みがある気がするのはなぜだろうな。グレイシュは今母親の執務室にいるんだ。だが近づかない方がいいぞ。何せ何せ何？メビウス博士は多忙で有名だからな。邪魔はしたくないんだ。あなたの世間話に付き合ってる暇はないわ、コン。第二律者の遺体を引き取りに来たの。ついでにあなたを探してるブランカから伝言を預かってるわ。グレーシュが馬に乗りたがってるとか、なんとか。ところで、ここにいるのは誰なの？新入り？月に行く方？いや、地上に残る方だ。じゃ、俺はお姫様のところに行くから、メビウス博士、新入りの案内をよろしく。ちょっと、待ちなさいよ！ねえ！あの男。本当に嫌なやつね。厄介事を他人に押し付けて、さらに誰よりも早く逃げるなんて。まあいいわ。あなた、名前は？はじめまして。私はエリシア。少し前にヒオオガに加わったんだけど、会えて嬉しいわ。よく聞きなさい、新入り。忠告してあげる。私には関わらないで。あなたに興味はないから。それに私と一緒にいるのを誰かに見られたらあなたにとってプラスにならないわ。わからないって言ったら？なんですって？だってそんなのもったいないもの。まだあなたのことをよく知らないのに。早く関わらないとあなたをよく知ることができる機会を完全に失っちゃうでしょ。変なやつ。こっちよ、来なさい。え？何をぼーっとしてるの？案内してあげるって言ってるでしょ？早くついてきて。私は待たないわよ。ええ、あなたって優しい人なのね。嬉しそうに笑わないでちょうだい。気をつけなさい。最近組織に変わった奴が入ってきたみたいで、私のバッジも盗まれたの。犯人の目的もわからないし。なるほど。これはメビウスの記憶だったのね。もう、思い出が急に他人から見た彼女になったせいで、エリシアの心が見えなくなっちゃったわ。
ビウスの記憶がここに現れたのかしら。彼女は水晶の花を持ってないのに。自分の羊を調べるために？出て行きなさい。部外者が勝手に入っていい場所じゃないわ。うん、そんなことを言わないで、愛しいメビウス。明日が審査の日でしょ。私は彼女の保証人なのよ。彼女に会ってもいいでしょ。そういえば名前も教えてもらってないわね。彼女のことは指名手配犯で十分よ。何せ彼女は異なる肩書きで12カ所の地区で同時に指名手配された人間なのよ。16だけど。あら、案外得意げに話すのね。その調子がいつまで続くか見てみようじゃない。脅しちゃダメよ、メビウス。自己報告書を読んだけど、別にひどいことなんてしてないでしょ。いたずらにしては少し度が過ぎてるけど、一線を越えることはここではそんなに珍しいの？それとも彼女があなたになりすまして大学図書館に入って書籍を閲覧したことを根に持ってる？そんなの勉強熱心なだけでしょ？エリシア、本当に相手の危険性を理解してるの？彼女は数年で12の、いえ16の肩書きを偽造し異なる地区に移動して、最後はたった一人で火を追うがに宣戦布告したのよ。もちろんそういった才能を持つ人は組織内では別に珍しくないけど、火を追うがの機密を漏らしたこと自体がすでに脅威そのものなのよ。しかもよりによって彼女は頭の切れる詐欺師。私たちは彼女の正体すら把握できてないわ。それでもあなたは彼女は役に立つと主張するの？チャレンジしてみたいのよ。彼女を連れ戻したのは私だから、私にチャンスをちょうだい。後悔するわよ。やってみないとわからないでしょ。本当の心を確認したいのならまずは相手を信じなきゃ。そうでしょ。じゃあビルビー、少しお話ししてみない？メビウス抜きで私たち二人だけで。にらめっこか何かなの？ううん、彼がずっと黙ってるから何か特別なルールでもあるのかなと思って。もういい。この二人がコンが言ってた新入りよね。名前はディストピアとコズマかしら。あなたは彼が言ってたおせっかいのエリシアよね。え、どうしてそんな格好をしてるの？だって今日は新人歓迎会だもの。特別な格好をしてみたかったのよ。でもおせっかいは余計だからね。私はみんなのことを大事に思ってるだけなの。あなたたちのことをたくさん聞いたわ。例えばコズマ、クールで何も話さないけど私知ってるのよ。あなたが一日でケビンに4回も泣かされた男の子、
よね。こっちを見ないで。言ったのは私じゃないから。ケビンが教えてくれたわ。実はあの日、彼も初めて指導者として新人教育を担当したの。泣いたのはあなただけど、本当は彼もすごく焦ってたのよ。あなたたちの見えないところで慌てたり地団駄を踏んだりしてて話題になってたわ。ケビンをこれほど思い悩ませる女の子は誰だって。メイには内緒でね。あなたったら本当に素晴らしいわ。メイ以外にケビンの心にあんな重い痕跡を残せた人なんて初めて見たわよ。すごい、もう舞台の人気者になってるじゃない。同期としてちょっと羨ましいわ。勘弁してくれ。じゃあ新しく仲間になった二人を歓迎するため、このメガホンでコズマの偉業を宣伝してあげましょう。おい、ディストピア隊員、これはあなたに任せる初めての任務よ。必ず事実通りに基地のみんなに教えてね。はい、頑張ります。待て、やめてくれ。姉妹？そう、ほら、さくらの髪はピンクで私の髪も同じ色でしょ。着替えて一緒にいたらみんな私たちのことを姉妹だって思うはずよ。そうしたら誰も私たちの正体を疑わないわ。ふむ、一理あるの。あら、こうしてくれるのね。よかった。じゃあさくらはお姉さんね。姉妹に関してさくらは私よりずっと経験豊富でしょ。なぜそれを知っている？わらわのペンダントをこっそり見たのか？違うわ。チラッと見えただけなの。飛行機が離陸するときにペンダントを開けたでしょ。あんな小さな動き誰も気づかぬと思ったが、どうやらエリシア、何時を普通の同僚として扱わぬ方が良さそうじゃない。私もそう思ってるわ。一緒に機密任務に当たる仲間ならもっとお互いのことを知っておいた方がいいでしょ。普段は話しかける機会があまりなかったし。さくら、あの写真のことを教えてくれるかしら。写真のさくらの笑顔綺麗だったわね。私もあなたの笑顔を間近で見てみたいわ。おいでグレッシュ、こっちこっち。お顔をムニムニさせて。あら、柔らかい。なんて可愛らしいの。お父さんに似てなくてよかったわね。いやー、私こんな可愛らしい女の子には本当に弱いのよ。そうだ、メビウスおばさんがいないし、一緒に外に遊びに行きましょう。グレッシュだってこんな緑色だらけな場所にずっといたくないでしょ。女の子だけがすることをしましょう。適当に何かお話ししましょう。アポニア、エリシアさん、遠慮しないで。私のことはエリって呼んで。あなたは私のことが怖くないの？怖い？まさか私があなたの美貌に嫉妬して遠ざけるとでも思ってるの？そんなことしないわよ。私は綺麗な女の子が大好きだもの。すまない、本当に知らないんだ。お願い先生、私にとって本当に大事なことだから。失礼ながら一つ聞いてもいいかい、エリシアさん。エリシアでいいわ。何かしら。僕には理解できないんだ、ケビンの弱点が君の病に何の関係があるのだろうか。
知らないのね。これは女の子の悩みという病なのよ。ふう、あなたに会うのって大変ね。かわいそうに。彼らがどれほどの見張りを置いてるかわかる？まるで監獄みたいよ。逃げてみた方がいいんじゃないかしら。難しくはないが、意味がない。あなた、千号って言うんでしょ。私の友人に少し似てるけど、彼よりずっと野生的で自由だわ。ねえ、血がつながってるとかじゃないのよね。仮面を外して顔を見せてもらってもいい？人の話を繰り返すだけなんてつまらない。そうでしょ。だから今日は真剣な話し合いとかはなし。ただリラックスしておしゃべりしたいの。女の子同士の内緒話をしましょう。それがうちのスタイルだから、早く慣れるようにね。まずは、そうだ、服の話から始めましょう。服ですか。忘れたの？来月は火を覆うがの伝統の日よ。融合戦士は基地の舞踏会には参加しないの。でもその代わりに私たちだけで舞踏会を開くのよ。少人数だとまた別の雰囲気になるから楽しみにしてて。ちゃんとおめかせして友達を作ってね。それが入隊後の初任務よ。ふわ、きちんと対応するように。だって勤務評定も私が担当するんだから。ダメよ。うわ、他のものはいいけど、それは人にプレゼントするものなの。あ、これ、ああ、このヘアピンのこと今拾ったんだ。こういうこともあるんだね。そうね、私がうっかり落としたってことにしましょう。次は気をつけてね。じゃあお客さん、私はここで失礼するよ。待って。え、どうしたのかな。あなたの商品をもう少し見せて。水晶の花のブローチがあるでしょ。私にすごく似合うと思うの。じゃあ数は第7位にするけど、意義はないわよね。ケビン、黙ったままでいないで。まだこの前のことを気にしてるの？大丈夫、もう怒ってないから。あなたの言った通り、私たちは過去に執着しちゃダメなの。だから私はこうやってちゃんと未来のために活動してるのよ。昔からの友人である彼の番号に関して本当に何の意見もないの？エリシア、僕はまだ君が一体何をしようとしているのか理解できていないんだ。ねえケビン、そんな風に言わないで。あなたはもう私の目的を把握してくれてるって思ってたのに。たとえ目的は分かってなくても、この状況下においての必要性は理解してるはずよ。ほら、みんなもうすぐ離れ離れになるでしょ。悲しいけど、このチャンスを生かせば私たちは重大な選択をするときにより多くの主導権を握れるようになる。私が作ろうとしてるのはヒーローの組織であり、人類最後の防衛戦でもあるの。火を追う十三英傑。この名前はどう？あなたを満足させられるかしら。それに、どんどん世渡り上手にもなっていたわ。
人の本質は変わらないもの。みんなに対するエリシアの感情もきっと嘘じゃない。そうよね。たとえ彼女がリツシャだと知る者がいなくても、たとえあの理性的な時代のリツシャは人類の敵になる運命だったとしても、彼女は特別。そうよね。だから彼女の結末はきっと幸せで温かいもの。そうよね。